西村智奈美君。立憲民主党の西村智奈美です。野田総理の後、質問をさせていただきます。ファイザー社のワクチンが正式承認となりまして、いよいよ医療従事者等への先行接種が始まることになります。午前中も質問がありましたけれども、なかなかこのワクチン接種体制に関する情報が遅いということと、錯綜しているということの方が、私は大変大きな問題だというふうに思っています。まず、ワクチン接種をいつ、誰が、どのワクチンを接種したのか、この記録をどのシステムでやるのかということについて伺いたいと思います。12月18日に厚生労働省が初めて自治体向けの説明会を行いました。そこでは、それぞれの自治体が誰がいつどのワクチンを接種したかということを記録してくださいということで、その後自治体の方ではシステム作りに入ったんですね。で、9割以上の自治体がすでに予防接種台帳での取り組みを進めているということなんですけれども、年が明けて、1月18日に河野大臣が就任をいたしました、ワクチン担当として。で、その翌日に平井大臣が、マイナンバー担当ということで、マイナンバーと接続したらいいんじゃないかというような話があったんでしょう。その数日後、1月22日に新しいシステムを検討していると河野大臣が発表されました。で、その数日後、また25日にですね、大臣、こんなふうに記者会見でおっしゃった。ワクチンに関する個人情報を国の方で一元管理をすると、これ、報道でも出ていたんですけれども、実はその翌日にですね、すぐ国としてはデータは取り扱わない、個人情報は取り扱わないというような、前日とはちょっとその真逆とは言いませんが、かなり内容が変更された公表をしておられるわけです。で、端的に伺います。誰がいつどのワクチンを接種したのかという個人の記録、これはどこでするんでしょうか、今検討している新しいシステムでということになるのか、お答えください。国務大臣、河野太郎君。今、国が整備しようとしているデータベースは、国が開発するシステムの中で、区分されたところに市町村がそれぞれのデータを管理していただくことになります。それぞれの接種会場で打った方の接種券をもとに情報を入力をし、それで管理をすることになります。もちろん自治体は接種台帳に紙ベースで入力をするということをやられると思いますけれども、それは実際に接種台帳に記録が載るのはおそらく2ヶ月後ということになりますので、国の設計しますデータベースを使って3週間後の接種の勧奨、2回目の接種の勧奨、あるいは1回目と2回目で引っ越された方、そういう方に関するデータを自治体をまたいで記録を見る、そうしたことに役立つというふうに考えております。委員長、西村智奈美君。はい、ですね、データを移管して、そこで自治体の方から見ていただくということなんですけれども、ここに至るまでにだいぶ紆余曲折があったと思います。この間、予算委員会が開かれてまいりまして、このシステムについては何人の方かが質問してるんですけれども、厚労大臣はですね、このシステムについて、やるかどうかも含めて、システム、新しい今、河野大臣がおっしゃったですね、システムについて、やるかどうかも含めて、検討中であると。これ、2月の5日の時点で、そういうふうに述べておられます。ですけれども、その後、ちょっとまた答弁も変わってきてるということなんですけど、これ、厚労大臣として、新しいシステムで、一元管理を、今言われたような仕組みでやるということで、よろしいですね、確認をします。厚労大臣、田村憲久君。
自治体は自治体でですね、ワクチン台帳、接種台帳のシステムを90数パーセント作っていただいてますが、言われる通り、河野大臣が言われる通り、多分ですね、紙媒体を入力をいただくということですから、一定程度集まったものをですね、自治体でシステムに入力いただくということで、時間がやはり2ヶ月ぐらいかかるというのはもうその通りでありまして、そういう意味からいたしますと、接種勧奨等々をやるという形ならば、何らかのものを作らなきゃいけないということで、河野大臣の下でですね、それを検討いただいているということでございますので、河野大臣の下でしっかりと、対応できるものを今、検討いただいているというふうに認識をいたしております。はい、委員長。西村智奈美君。ここに至るまでですね、情報がものすごく錯綜したんですよ。自治体の担当者の皆さんがどれほど苦労しておられるか、ヒアリング等々もやられたと、部分的にやられたというふうには聞いてますけれども、大混乱ですよね。でしかも、まだデジタル化、予防接種台帳のシステム化をできてないところもまだいくつかはあります。そもそもですね、私、この誰がいつ、どのワクチンを打ったかっていう仕組み、せっかく厚労省が V シスを作るのであれば、そちらの方で把握できるようにしておけば、こんなに後になってですね、新しいシステムがどうなるのか、問い合わせもいろいろあったし、政府の方にもいろいろな意見が上がったと思いますけれども、こんなことにはならずに済んだ、もちろん V シスだって心配ですよ。複雑なシステム、ワクチンの接種の、量、それから入ってくる量、卸とつないで、国と自治体、都道府県から市町村につないで、医療機関、どういうふうに減っていって、どこに補充するか、こんなシステム、入力するのも多分大変だと思うし、このシステム、そもそも動くのかどうか、厚労省はハーシスで大変な失敗をしてますからね。ということからして、なぜこのなんていうのかな、V シスでやらなかったのか、そこでやっとけば、今こんなシステムについて、自治体を右往左往させることはなかったはずだと思うんですけど、いかがですか。厚生労働大臣、田村紀久君。多分もう委員ご承知で、何度も質問もいただいているので、V シスはですね、もともとはワクチンを供給するための自治体や、卸といいますか、製薬メーカーですね、それと、医療機関等々をつないでいるもので、で、ここに個人の情報を入れるとなると、なかなかそこで入力大変手間取るわけで、そういう意味では、河野大臣の下でですね、やはり重機、それからマイナンバー、こういうものを使ったもので管理をしていくという形の方が、それは実際現場での運用を考えたときにですね、スムーズに動くというようなことなんだろうと思います。なかなか医療機関の皆様方にお聞きをいたしておりましても、V シスでいろんなことを入力する、そういうものを考えたときに、これは最小限度のものでというようなお話もいただいておりますので、そういう中において、新たなシステムを河野大臣の下でしっかりとご検討いただいておるということだというふうに認識いたしております。西村智奈美君。いずれにしても、もう先行接種が始まり、そして春からは、一般の方向けにも始まる、高齢者の方にも始まるという時期ですから、非常にこのシステムの提示についても遅いということ、これはよくよく今後にも響いてくることだと思いますので、この点だけ申し上げて、午前中の質疑は終わります。はい、午後1時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。